パープルルーム TV。 脇本の準備を見守るにょ。レオはタイミングが変だった。タイミング変だったよ。いつだったかも覚えてないよ。2020年は分かったの？キリがいいから。キリがいいから。だって今令和2年？今令和何年？2年じゃない？おかしいよね。令和元年少なかったね。少ないよ。足りないね。足りないでしょ。足りないでしょ。もっと欲しかったね。もっと欲しくはないけど。でも令和元年なんてなんか、うん、元年なんて珍しいじゃん。ねえ、わき。珍しいけど、元年とかいるのかな。何しようとしたか忘れちゃったよ。入って。さっきなんで携帯忘れたの？なんでだろう。なんか昨日梅酒をさ飲んでさ、うん、なんか顔がすごい赤かったから梅津さんが秋も帰りなって言われて、うん。ねえ、ワッキー、私今日いい髪型じゃない？え？今日いい髪型じゃない？なんかね、あのゴールデンレトリバーみたいな。え、前髪が？うん。ここら辺がしえちゃんゴールデンレトリバーみたいな。ちょっといいな、今日髪型が。ね、ゴールデンレトリバーって言われてさ、どんな気持ち？え、どんな気持ちだって思どんな気持ちって思ってると思って言ってる？喜ぶと思って言ってるのか。まあ、あの結論から言うと無、どうでもいいんだけど。無だった。無だったのね。うん。なんとも思わんけど。じゃあ大丈夫だね。オリンピック来るのよ。秋とオリンピック関係あるの？脇とオリンピック関係ある？だって人いっぱい来るの嫌じゃない？びっくりしちゃうから。え？びっくりしちゃう？いっぱい人が来たら。びっくりする。でもびっくりするよ。うん？だけどもう32分だよ。ファンにはつきたいですって言ったけど、安藤さんから期待大って来てるよ。え？期待大って来てる。どうしよう。パソコンに。
ファキもチョコの粒ないの？え？チョコの粒あるよ、ちょっと。チョコの粒食べたい。ちょっとだから全部食べていい？空いとる。うん、ちょっと一口だ。一口だけ。ありがとう。うん、なんかオーケーも空いてないからさ、私も何も買うの忘れちゃったんだよね。あ、本当？ベルシアも多分空いてない。駅は？駅？駅、駅空いてんのかな？ライフ？うん、あ、見てなかった。ライフってあんまり行かないよね。うん、駅は。のど飴食べてるから。あ、のど飴食べてんのか、言ってくれればいいのに。ココくんのチョコクリスピー、そんなタイミングで。なんかやっぱうまくないかも。いや、そりゃそうでしょ。そんなタイミングであげるもんじゃない。なんか、うん、全然のど痛くないんだけど、なんかうまいのど飴があって。うん、あ、わかる。なんかのど飴おいしいやつある。なんかボイスケアのど飴っていうね。うん、ボイス、なんかボイス、いっぱいなんか葉っぱがいろんな、うん、醤油みたいなのが入ってて、うん、いっぱい入ってんの。なんか健康にいい、変な味がするんだけど。それなんかガチな、なんかそれなんか中毒みたいに今ハマってて。やばいじゃん。なんかタバコタバコみたいな感じでボイスケアのど飴欲しいみたいになってる。ボイスケア。ちょっと高いんだよね。高いんだ。全然ボイスケアとか興味ないのに。味だけ。そう。でも多分みんな食べたらまずいって言うと思う。ボイスケアに特化した味がする。なんか八角みたいな、はん、八角、八角的な感じ。もっとなんかね、葉っぱがいっぱい入ってるみたいな味。ガチなやつじゃん。うん、うん、もう行く、行く、行くんだけどさ、ちょっと待って。今日髪型がいいな。ケイちゃん、ケイちゃんはいつもいいな。ありがとう。おじいちゃんの、おじいちゃん、おじいちゃんにもらった半ペン、半ペン。あ、ほんとだ、半ペンだ。来てみた、半ペン。正月だから半ペン。私これおばあちゃんにもらった。普通のダウン。はい、すごいやつ。これさ、梱包しなきゃいけない。そうだね。これだけ梱包していい？うん。これで、昨日さ、昨日さ、うん、あの、あれなんだっけ、連邦軍のやつじゃなくてジオン軍のチョコのさ、めっちゃ取ってる。ジオン軍のやつ買ったの。そしたらゲルグが、え、ゲルググが出た。え、ちょっとまだ粉が、粉がついてる、まだ。いいじゃん、いいじゃん。凛々しいね。
ね、なんか頼りがいのあるフォルムですね。そうしましたら、プチプチで、プチプチ。え、ガンダムと同じぐらい性能いいんだ。そうなの？やるやん。でも操縦できる人が少なくて。あ、そうか。難しいんだ。バキも始まっちゃうよ。本当だよ。本当だね。本当だ。今日髪型いいよね、私。うん、うん、前髪がお前みたいな。それは切ってないけど、別に。それは切ってなかった。それは切ってなかった。今何分？わかんない。あ、わかんないの。40分ぐらいかな。やべえ、生なりだ。え、ちょっと待って、テープ、テープが急いどる。なんで急ぐよ。それ何入れですか？ん？それ何入れ？これはなんかいろいろごちゃごちゃに入ってる入れ。養生？養生入ってなかった。養生ガムテープしかない。あ、あった、あった、あった。あ、こんにちは。こんにちはこんにちは。なんで携帯忘れちゃったんだろう。酔ってたのかな。飯で判断能力がパキ低下して。はい、じゃあさあ、はい、年越した瞬間何してたんですか。年越した瞬間眠ってた。あ、なんかなんだっけ。あ、携帯なくしたって思って、うん、安藤さんに連絡してたら年が明けた、うん、そっか、うん、なんとも、うん、早かったね、切るの。ん？養生切るの早かった。養生養生なんて一瞬でしょ。切ってやるだけでしょ。器用だね。器用だね。器用だね。今50分くらいかな。うん。本当にやば。安藤さんが鍛えたいって言ってたけど、裏切るね。裏切るな。でも裏切ってる。あれは。入っているのだ、すでに。
ちょっと分厚すぎじゃない？分厚すぎかな。入れた方がいいかな。お弁当。お弁当？お腹減った。お腹減った。うん。めっちゃお腹空いた。あ、ダメだな。普通にダメだよね。さっき東京ガスから手書きの、ん？手書きの封筒が来てるね。うん。なんか本当に本当に払ってなさすぎて来た。あの、ね、直接人が来た。わけ焦ってるのかな。え、焦ってる？なんかいつもより不器用だなと思って。わけ丁寧じゃん。焦ってるよ。てかこんな、なんか何になっちゃった。わけがね。ん？梱包してからね。うん。結構約15分経ってます。あ、いかんいかん。それはいかんぞ。それはいかぬ。にゃはい、じゃあまたね。鍋の会お使いにょ。団子のこの餅の部分だけをこうピックアップしてこのパンと並べるの。ね、炭水化物じゃん。でも何本入ってるんですか？10本。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと状況を確認したいんですけれども今からあのいい私となってあの今から鍋を作るんですよね。マキ、今私たち何の買い物行ったんですか？うん、でもしんちゃんも食べてたよ。チョコたい焼きはチョコたい焼きでパンじゃないから温めてもらってたじゃん。もちょもちょのチョコたい焼き食べてたじゃん。でもそれパンじゃん。私まだ2本目だよ。マキだけ棚が違いましたよ。マキ、それどこの棚にありましたか？え、パン。私のはデザートでしょ。2人とも鍋の材料買いに行ったんだよね。買った。なんで主食のパンを今食べてるの？これから鍋作るんだよ。なんでしーちゃん。そう、私はアイスともちょもちょのたい焼き比べてさ、もちょもちょのたい焼きにしたわけでさ、わきパンとさ、ごま団子こうやって比べてパンにしたんでしょ。でも食べるから同じじゃない。もう飽きた、喋りません。ごめん。わき、鍋食べれなくなるでしょ。なんで まだ2本目。なんで主食のパンを食べてるの今。2本目なのそれ。
え、やばいね。やばい。お腹が空いたから食べてるの？さっきお腹空いたんじゃなくて、甘いもの食べたいって言って買ったんでしょ？え、同じじゃない？え、同じなの？まあ、あんま変わんないけど。え、わきはもうパンを食べて終わりにするの？いや、お鍋も食べる。わき、なんでそんな無駄遣いしてんの？お金ないのに。私1000円あげたのに、そんな1000円でそんなの買ってんの？おかしいよ、わき。お年玉あげたのに。お年玉？お年玉？そうだよね。わきもさん、なんで金がないの？なんかね、シフトちょっと減らしたから、ほう、だけどそのすぐ早上がりが多くて、うん、なんか計算したら足んなかったんでしょ、うん、しっかりして25歳なんですからでしょ、うん、はい、よろしくお願いします。深夜2時に終わるんだよね。え、 1時に終わる日もあるし。でも秋さ、バイト行く前に10時間ぐらい寝なきゃバイト行けないでしょ。寝てるよ、ごまかすな。また14時間使ってさ、4時間分働いてるって。でもいいの、いくら時間は使ってもお金が必要なんでしょ、一応ね。足りないと払えたらできないでしょ、いろいろ光熱費とか家賃とか、ね、そう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 、はい。じゃあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。